はい、こんにちは、まやチャンネルまやはるです。はい、今日はこちらですね、プラレールいっぱいつなごう C58SL 銀河セットです。はい、プラレール博2015で展示されていたものが続々と発売されてきましたね、うん、こちらは SL 銀河ですね、うん、はい、まだ乗ったことはないね、うちはね、うん、いつか乗ってみたい機関車ですね、うん、はい、そして本物と同じ6両編成のセットなんだって、うん、ちょっと楽しみだよね、うん、それで SL 銀河ってこんな風な車両なんだね、もう初めて知ったんだけど、うん、まずこの機関車と単水車でしょ、これ SL 銀河って書いてあるけど、それで4号車が白鳥座、3号車が鷲座、2号車が伊手座、1号車がサソリ座なんだって。こんな絵柄が描かれていたんだね、全然知らなかった。知らなかった、うん、これは実際本当乗って見てみたいね、うんうん、では早速開けてみましょうか。車両と機関車と単水車、はい、こちらが1号車の客車ですね、うん、サソリが描かれておりますね、うんうん、なかなかいいですね、うん、他はこんな感じです。これが、一番後尾車両になるみたいだね、うん、はい、続いてこちらが2号車の伊手座ですね、うん、これ見てみるとさ分かるんだけど、窓がこの塗装っていうのはちょっと残念だったかな、うんうん、ここちゃんとした窓だったらよかったかなと思いますね、うん、はい、そしてこれが3号車の鷲座ですね、はい、これもまあ同じ感じかな。そしてこれが4号車の白鳥座ですね、うん、これがパパ一番いいかな、色的にもちょっと落ち着いた色だし、うん、すごくいい、これかっこいいと思う、うんうん、そしてこちらが C58-239 号機 SL 銀河ですね、うん、かっこいいね、かっこいい、 SL やっぱかっこいいよ、プラレールでもかっこいいですね、この辺のゴールドの塗装がいいね、うん、あーかっこいいですね、はい、前にするとここにちゃんと SL 銀河のエンブレムが入ってますね、うん、いいじゃない、いいよね、あー乗ってみたい、銅色のこのラインが入ってますね、これもかっこいいな、うん、いいですね。そしてこちらが単水車ですね、はい、それでこの SL 銀河はですね、単三電池1本みたいですね、うん、それで駆動するみたいです、うん、では早速ですね、電池を入れて発射してみましょうか。はい、はい、それではですね、電池を入れてコースにセットしてみました、うん、この前のエレクトリカルブリッジセットそのまま置いてあったので、ここで発射しましょうか、うん、はい、ちょっとイメージ合わないけ、うん、ちょっとかけ、そうだね、はい、ではエイシン君、電源をオンにしてください。はい、おー、なんかウィリウィリした一瞬、すごい長い長い長いね、いいね、ゴージャスだね、これ窓がちゃんと中見えないのは多分これ窓のカーテンを閉じてるみたいな感じ、あ、そういうこと、いいね、すごいね、あ、こっちの方がいいんじゃない、まあいいか、ちょっと合わないか、合わないね、ちょっと合わないか、あー、SL が走ってるかわかんないな、え、走ってんだけどね、うん、あ、でもすごい、ちょっと違う電車になっちゃうな、あ、これの方がいいかな、うん、これだったら SL が走ってるのわかるね、うん、はい、ということで今回はプラレールいっぱいつなごう C58SL 銀河セットでした。はい、さあ、ちょっとタイミング外しちゃったかな。